はい、皆さんこんにちは。私はレック専任講師の小野と申します。まあ今日はですね、満館と官業、合格率と難易度の差を解明と、で揺るぎない満館合格に向けての学習質の改善というタイトルでね、30分ぐらい、まあね、その程度のね、30分程度お話をさせていただきます。さあ30分ですけどね、よろしくお使いをお願いいたします。さあで今日はですね、揺るぎない満館合格に向けてのね、学習の質改善ということで、こちらのねタイトルにしましたが、もちろん管理業務主任者ね、管理業務主任者試験のね合格を目指している皆さんも参考にはなります。ただね、やはり、これはですね、一概には言えないんですけどね、もちろん一概には言えないんですが、やっぱり段取りとしましては、多くの皆さんがね、管理業務主任者試験合格をして、で、5問免除の、権利を得て、マンション管理士に挑戦という方が多いですね。逆のパターンの方っていうのはあまり聞かないです。管理業務主任者試験を受かりたい。だから、マンション管理士ね、こちらをとりあえずまずは合格をしておいて、なんてね、要するに5問免除のね、資格を得て、なんて方は、まあ聞きません。ただね、もちろんダブル合格をして2つの資格を手に入れてね、活躍しようという方がほとんどなんです。ただ時々ね、まあ5問免除をね、受けたいのでマンション管理士だけをね合格を考えてはいるんだけど、5問免除をね、まあ資格を手に入れたいんで管理業務主任者の試験をね先に合格したいんだなんて方もね時々いらっしゃいます。というわけで、今回ねここにしておきました。まあ満館をね、先のね、まあ資格ということで位置づけてお話をしていきます。ただね、なんでそういう形になるかというとですね、もう単純にこれはですね、ここなんですよ、もう本当単純に、もう単純にここだけなんです。下に表がありますね、レジュメ1ページ目、レジュメだけを使って今日はね30分ぐらいお話をしていきます。皆さんもともとレジュメあるかな、大丈夫かな。ね、レジュメない皆さんはね、まあでも画面ご覧になっていただければね、レジュメなくても大丈夫だと思うんだけど、ただね、まあ、お手元にね、レジュメをご用意しておいていただきたいかなとはね、思っています。いいかな。でもって、レジュメね、そこにありますようにですね、何かというとね、もう単純にこれだけなんですよ。はい、マンション管理士試験の合格率はね、一桁です。はい、管理業務主任者試験の合格率は、大体 20% くらいです。20% くらいね。ここだけなんですよ。まあ、まずこれがね、いわゆる合格に関する、違いなんです。合格に対する違いとかね、合格に関する違いとも言っておこうかな。こちら、このあたりがね、まあ、合格しやすさとしにくさ。まあ、そうなってます。だから合格しやすいかしにくいかっていうのであるならばね、マンション管理士の方が圧倒的に合格しにくいですね。まあ、管理業務主任者の方が圧倒的に合格しやすいです。まあ、これはね、単にね、単純にね、10人いた場合ですよね。10人いた場合、理屈の上でこれ1人いないから。1人いないから。もう2人で必ず受かるって感じですからね。100人いたらね、これ10人いないから。こっちに20人はいるって感じですからね。まあ、ということでございますんでね。まあそのね、受かりやすさっていうのはございます。そのためにこうなんですよ。38とね、それから35ね、こっち違いになってます。まあということでね、よく私申し上げるんですが、マンション管理士の試験ね、こっちはね、合格率が低い。だからおのずから、はい、合格基準って上がりますね。上がります。だからね、高得点を取っておかないと、10% に入れないってことでしょ。まあだから皆さん学習するときね、過去問の中で学習するときに全受験生の 50% 以上が正解する問題を取れるようになってくれって言うんですよ。だいたいそれはね、合格基準点に来るんです。だいたいね、だいたい、まあ年によって前後はしますけどね、だいたい 50% の問題を取るとここに来るんですよ。こっち
管理業務修士の試験というのは、まあ、最低限7割で大抵7割でこの合格基準点で、ね、あたりに来るんです。7割で、ね、全受験生のね 70% くらいの皆さんが得点する問題をね、間違いなく取ってくれば大体このあたりに来るんです。まあその違いですよ。このね50と20でね、あ70でね、差は20しかないんですが、この20って結構大きいよね。皆さんがね10人お友達集まってね、お友達集まって半分の方が知ってる情報一緒に知ってますかって言うとね、あ何俺たち知らなかったよねっていうのも別に恥ずかしくないと思うんだけどね、10人集まってね7人知ってるんです、ある情報ね。7人、3人しか知らないんですよ。こっち混じっちゃったらちょっと恥ずかしくない？もちろんそれは知るべき知識だよ、情報だよ、ね、まあ知らなくてもどっちでもいいやっていうね、そういう情報ではなくて、その集まりの中ではね知らなければいけない情報としておきますよという情報で、俺たち3人知らなかったよね、いやちょっと恥ずかしいなって感じになっていくの、ね、だからただね50と70で20の差しかないかもしれな思うかもしれませんが結構大きいんですよ。はい、それがね受かりやすさの違い ね、だからそれがですね難易度にねやっぱり反映はします。合格率と難易度ね、反映はしますよ。合格率が低ければ、ね、受かりにくい、合格率が高ければ受かりやすいね、これ間違いありません。でこれ合格免除ね、それぞれが46から50番までね、それぞれが合格免除の対象になりますよね。マンション管理士を合格している皆さんは管理業務修士試験の40から50を受けなくてよい。で管理業務修士試験を受かっている皆さんは46番から50番のマンション解消試験を受けなくてよい。で46から50はねいわゆる適正化法ってやつ、適正化法ね、適正化法ってやつが出題されますんで、ね、毎年ね3問はできるようにできてるんだけどね、一応ね、まあこれは表にしておいたんで出しておこうかな、表にしておいたんで出しておきますが、こんな感じね、まあいわゆる適正化法ね、これは2ページです。2ページの適正化法の1番目のとこ、これ、ね、マンション化に適正化法5問5問ね、これ免除対象で、あと適正化法ですからね、何が適正かっていうね、もう価値観的なものもございますんで、割と得点しやすいです。でもね、最低1問はね、なんだかわけわかんない問題入ってくるんですよ。あと悪質な引っ掛け問題とかね。まあだから、ね、まあ適正化法も5点簡単に取れますっていう年は滅多にありません。まあ少なくとも3点は取れるんですけどね。まあ1問はよくわからんと。2問、もう1問はね、何かこう皆さんが引っ掛かりやすいかなって問題もね、作ったりします。だいたい3点から4点ですよ。で3点から4点取れるんですが、その1点か2点が大きいよね。まあ例えばね、今日のマンションを返していきますと37点で不合格だった皆さんね、まあどれだけいるんだろう、結構いらっしゃると思います。その1点のね2点の差っていうのは非常に大きいんです。だから免除対象ね、免除ね、取得するっていうのは有効なんでございますが、ね、まあそれでね、有効に使って免除ね、まあそれぞれね免除対象というのを有効に使っていってください。なんだけど、それはあくまでね受かりやすさと受かりにくさ、合格率から考えた受かりやすさと受かりにくさね、そういう話なんです。はい、だからそれがじゃあ実はね、じゃあ問題の難易度に対応してるかっていうと、今回それがね、メインになっていきますんで、ね、その話をしていきたいんだけどね。それがっていうとですね、ねえって感じなんだよね。はい。はい。3ページですね。3ページ。このレジュメ3ページ。これ2017年。ね、2017年の問題サンプル取っておきました。そんなに古くないです。だちょうどいい問題がね、この同じ年にあったんです。同じ年にございましたんでね、これ使っていきますが、ちょっとこれからですね、私、マークするときに色を分けておきますが、別に色に意味はありません。
ね、管理業務主任者試験とマンション管理証ね、ちょっとマークの色を分けたいだけなんでね、色自体青とオレンジを使っていきますが、色自体何の意味もございません。あ、こっち2017年ね、これ管理業務主任者で、下です。下が2017年ね、これマンション管理士、ね、下が2017年 ね、これマンション管理士。でこれまあ平成でいくと29年だったんですが、まあ言語が変わるときにね、西暦で言うような癖がもうついちゃってて、なんで試験は言語で出します。で今年は令和4年のね、そういうふうに出してくるんですが、ただね、まあちょっと表現としてはね、西暦の方が言いやすくなっちゃってるんで、西暦で行かせていただきます。まあとりあえずそこまでそれを言っちゃったので、一応1ページ戻っておきましょうか。1ページ、まあおそらくですよ、おそらくね、令和4年度2022年ね、まあこれはね、試験はね、マンション管理書ね、おそらく11月27日ね、特に変えるって話がね聞こえておりません。だから11月の最終日曜日になるだろうな。11月27日ね、マンション管理士で管理業務主任者はその1週間後ね、12月のね、一番最初の日曜日なんで12月の4日になるはずです。4日になるね、はずだなということです。でこれまあ何かね事情があってね、急に変わるってこともね、あり得るはあり得ますよね。まあね、絶対ということはないんだけど、ね、ただまあおそらく、変わらないとは思います。11月27日ね、12月4日さあで、この日ね、まあ、試験を受けに行きましてということね。でまあね、戻ります。3ページね。で2017年にね、まあいい問題があったんで残したんだけど、何かっていうとね、同じ質問なんですよ。占有部分を占有するもの、占有部分を占有ね、占有者に対するね質問です。で総会出席ね、まあその話なんだ。でまず一つ目、いい、管理業務主任者試験ってね、割とこういったように抽象的な取材をすることが多いんですよ。いわゆる法律を聞きますね、区分所有法に関するとかね、ええようなこともね、あまり聞いておかなくて、最も不適切ね、まあ最も不適切なんて聞き方をしましてね、まあだからこれ特にほら限定かけてないでしょ、まあ言ったらね、区分所有法の規定によればとかさ、標準管理規約によればとかさ、そういったところの限定かけずにね、まあ、要するに一般論としてこういうのっていいんですか悪いんですかってね、いう聞き方をしてますね。最も不適切、ね、いいんですか悪いんですかなんて聞き方をしてるでしょ、んということ、ね、はい。ところがどっこいね、マンション管理士の方ですね、まずもって、ね、まあこれ区分所有法ね、まあ区分所有法の問題ですと限定かけているね。そしてそしてなんですよ、A が B に賃貸ですね。まあ区分所有者 A が B に賃貸、はい、だから B が占有者でしょと書いてくれてるのが管理業務主任者とは書かずに、まず設定状況からどういったテーマが出題されているかを読み取らせるのがマンション管理士、ね、ね、まず一つ来るわけですね。まず一つね、そういうのがね、ここに来るわけです。あ、だから、そういう意味におきましてね、読み違いするかもしれない。ね、読み違えてしまうかもしれないね。という可能性があるのが、マンション解消試験という言い方もあります。ね、ほら、これ聞いての選手の話なんだけどさ、ね、まあ、勝手に別の方ね、何か誤解をして、読み違いをしてしまう可能性もゼロじゃない。こっち読み違いしようがないでしょ。占有者に対する話ですからね、でも書いちゃってるんで。占有者と集会です、ね、まあ、総会ね、この出席の話を聞いておりますので、もうこれ読み間違いようがないかなというのがまず一つね、特徴なんです。つまりマンション管理士の方はね、割と抽象的に
大きな視点からね、いわゆる法律の制度ってどうなってますかとかね、こういう状況あるいはこういった内容っていいの悪いの、ね、そうね、大雑把に聞いてくるんじゃなくて割と限定かけてくるんですよ。だからまず読み取りが必要になってくるのがマンション会社の試験なんだけど、読み取りさえ間違えなければね、でそんなにね読み取りで間違えるような問題って多くないですよ。読み取りさえ間違えなければ同じ資材ですね、同じ資材、だから中身的には同じなんです。そしていいですね、まあこれ、まあ管理義務修車試験の方では占有者ね、占有者、目的である事項に利害関係を有する場合には出席をして意見を述べることができると書いてあるね。出席し意見を述べることができるというふうに書いてあります。はい、で、こっちですね。はい、でこっちね、マンション会社の方は意見を述べることができるかどうかね、意見を述べることができるかどうか聞いてますでしょ。だからできますかっていう、ね、質問でいくならばできるよねっていう前提になってますね。できますかで前提を聞いてるのが管理業種の試験、それはできるよね、できるから、これ20、ね、上です。官業さんの問題の方ではこれ正しいの分かるよね、知ってるよね、じゃあさこういう意見って言えるのって、つまり利害関係を有するんですかの質問に来てる、そっちまで来てるのがマンション管理士ということ、まあ、という、ね、違いはあります。だから、4ページの方に書いておきましたけどね、あれ確かにそうなんです、割とこういう傾向強いよね、こういった傾向は強い。今は典型例なんだけど、何かっていうと、あの区分所有法です。区分所有法44条、この条文番号なんかどうでもいいです。この44条に関する知識、真正面からポンと聞いてくる。これ割とね、管理業務修理者の試験の問題出し方のパターンですね。多いです。まあだからね、条文の文言を覚えていれば一応解けると書いておきました。確かにこれ特徴をね、言いがために、言いたいがために条文のね、まあ条文をしっかり分かっていればいいよという出したんだけど。マンション管理士は、これを前提です。前提44条がね、こう言ってる。だから占有者でも意見を述べることできるよね、それは知ってるよね、じゃあさどういったところまで言えるか、どういったものが利害関係あるか、何を言えるか、そこまで判断してくれってことよ。まあそういった傾向が強いですってこと。だからね、理解に基づいてってことね、理解、理解に基づいて正誤判断をしなきゃいけないということなんです。さてそうなると ね、まあ段取りとしてはね、だからさっき申し上げたように管理業務修理者試験を受かってからマンション管理士に挑戦するとかね、それをね一つ足掛かりしてステップアップをするって方はいらっしゃる。逆いらっしゃらないっていうのは、まず段取りとしてね、内容までの方を分かってなきゃいけない、そこまでやって、受かる状況になって、さてでは管理業務修理者やろうかなって楽に対応できると思うんだけど ね、なんだけど、まあそういう方ってあんまりいらっしゃらないでしょ、そういう発想なんです。でもね、どっちみち区分所有法とか標準管理規約といったルールの内容を学習しなきゃまずいでしょ、ね、そういうことだからね、時々ね、こういう方もいらっしゃってね、あのマンション管理士の問題っていうのは難しい、確かにね、確かに確かに、ね、確かに、ね、一歩ね踏み込んだところまで聞いてくることが多いんで、そういう意味では難しいかもしれないけど、でもね、じゃあ皆さんね、44条だからこれ、ね、区分所有法44条だけどさ、管理業務修理者試験を学習する方もね、44条見ました、よくわかんないけど文字覚えました、いないよそんな人そんな人いない、ちゃんと管理業務修理者試験ね合格するために頑張ってる皆さんはね、44条これやった時にどういう状況ってイメージを持って学習してますよ、
なんだか分かんないけどね、なんか文字として条文にね、こうやって書いてある。区分所有者、占有者、何言ってるか分かんないけど、まあ、とりあえず表現ね、文字を覚えましたって人絶対ないと思う。ちょっと絶対ないと思うと、なんか微妙に矛盾かな。まあいいや、ちょっと置いといてください。まあね、私の知る限りね、ゼロです。ね、もう2001年からずっと皆さんね、受験指導をしてますが、意味分かりません。ね、何の話かさっぱり分かんないけど、文字だけ覚えましたってね。一人もいない。いるわけない。そんな学習で受かる試験じゃございませんから、まあ、管理業の主任者もね。まあでございますから、ちゃんと考えながら抑えてるでしょ。だったら、そのイメージをね、ちゃんと問題で対応するようにイメージをね、作り直せばいいだけの話なんですよ。それはさっきの話ね、ちょっと戻しましょうか。ちょっと戻しますとね。じゃあ、例えば1個だけやっとこうか。1個だけね。例えば1個だけ。例えば、あで行きましょうか。じゃあ、あね。これは、ね、あね。規約を変更し、占有部分を居住目的以外に使用禁止する。集会で決議する場合ね。事務所として使用している B。利害関係を有するとして出席するが、ね、利益を述べることができるかってことなんですが、ね、だからこれは利害関係あるかどうかの話を聞いてるけどね。どう？ね、生活環境変わっちゃうでしょ。なぜ借りたか。事務所として使えるから。使えなくなっちゃうんだって。じゃあ、利害関係ありますかありませんか？手もろにあるでしょってこと。ね、だからそういうね、この辺りはだから皆さんイメージ持つときに、そうやってイメージ持つでしょ。例えばどういうことかなって。はい、そのイメージをね、じゃあ実際にそうなんだって固めていけばいいのがマンション管理士なんで、ね。だから結局ね、やること同じなんですよ。やること同じね。だから何がどう出るかってところ、どこを聞いてくるかさえ分かっていれば、管理業務修士試験だってね、簡単じゃありませんよ。だから簡単だって方いらっしゃるんだけど、それはね、受かりやすいってだけね。やること同じです。やること同じで、ね、それで受かりやすいか受かりにくいかってね。まあ管理業務修士試験の方が 20% だから、受かりやすいですよ。でもさ、ね、もうじゃあ簡単かって、まあ特に勉強なんかしなくてもさ、なんかテキストね、チラチラって読めば受かるかってそんなもんじゃありませんよ。だから管理業務修士試験を受かるために一生懸命頑張った皆さんね。確かにそうしっかり頑張っていって、その時に、なんだかわからんけど適当に覚えときゃいいんだってふざけたね、態度ではなくって。しっかりね、イメージをつかんで頑張った皆さんは管理業務修士試験を受かります。で、そのイメージを、ほんじゃあ具体的にもそうなの？問題で聞かれた時にはそれがちゃんとね、このイメージで正しいと言えるのっていうのを問題対応していって、ね、知識として覚えていくのはマンション管理士ね。だからやることは結局同じなんです。ね、ただそれがどこを聞いてくるか。前提となる部分ね。それを聞いてくるのか、一歩踏み込んだところを聞いてくるのか、その違いだけなんです。やること変わらないと思っていて。それが従来のお話。従来ね。で、最近はね、最近はですね、がつくんだね。最近はです。で、この、レジュメにありますね、ところね。この辺りはね、講座のね、宣伝なんで、ちらっと最後のところでお話をしますが、最近はって話をしておきますとね、ちょっとね、これ問題、あったですね、156ページ開けてください、156ページね。最近はね、その、あれさえ怪しくなってきたんだ。ね、怪しくなってきたんだ。境界線さえ怪しくなってきたんだね。156ページ。はい、いきますよ。ね、2017年の問題ね。2017年ね。まあ今の話。今の話ね。マンション管理士今の話。例えば、あでいきますとね。まあ規約を改正すると。でもって事務所としては使えなくなるね。というのであるならば、これは意見を述べることはできるはずだとか。ね、生活環境変わっちゃうんでね。意見を述べることはできないとありますが、できるはずだとかね。わかりますよね。はい、じゃあ、うです。ういきますよ。で、これは今日はね、解説の、ね、講義ではございませんので、もう読んじゃいます。うです。規約を変更し、毎月の管理費の増額することについて集会で決議をする場合、A 管理費を相当分に負担している B は、利害関係を有するとして集会に出席し、当該規約変更に関する意見を述べることができる。
で、これできないんだけどね。なんでかっていうと、占有部分です。占有部分を借りている人、賃借している人は管理費の負担はないんですよ。管理の負担はしません。だからね、これ管理費相当分を負担してと書いてありますが、これ管理費の負担じゃありませんね。おそらく、これでいきますと、 A か、 A と B の間の賃貸借契約、 A と B との間の賃貸借契約の中の一部分ですね。だからマンションの管理とは関係ないんです。 AB の賃貸借契約の内中な、ね、まあ、中身的な都合です。お二人の合意内容が集会の決議と関係するかって関係ないですよ。だから間接的にあるかもしれないよ。ね、値上げされちゃったらね、 A と B の間の賃貸借契約に影響を与えるかもしれませんが、それは A と B の間の合意の話で、直接この管理費の値上げと、ね、B さん、賃借人である B さんとの利害関係はつながりません。だから関係ないので意見は述べることできませんね。そういうことなんです。利害関係なしです。直接関係ありません。でもこれ間接的とか言い出したらキリがなくなるんだよね。間接的に影響を受けるとか言ったらね、ただ大抵全部影響を受けるんじゃない、間接的には、実際使ってるね、借りて使ってる皆さんはね、間接的にはなんて言い出したら多分全部影響を受けるような気がしますね。だから利害関係を有する場合はってね、発想がなくなります。もう全部、全部が全部ですよ。そういうことね。ってことになっていきますんで、これは全然ね、それはもう限定をかけていくしかないと。あと管理費は直接影響はないんです。で、利害関係なしです。はい、大丈夫かな。じゃあ、はい、管理業務主任者ね、2013年問いの38番ね、下から2つ目の問題ね、管理業務主任者2013年38、やってみて、やってみて。はい、賃借人、管理費増額、利害関係有すると判断した、有しましたっけ、有しないんでしたっけ、どっちでしたっけ、有しないんでしょですね、有しないんですね、ということ。はい、ということでございますからね、これは不適切でございますね。有しないんだから、ということだ。どう、同じでしょ。で、どう、聞き方も ね、じゃあこっち、2013年問いの38番ね、これは、いわゆる規定区分所有法とか標準管理規約ね、ドスレートに書いてありますか、これ、この通り書いてあると思う、ね、これなんとか判断したとかね、書いてないでしょ、ね、だからこれやっぱり具体的な状況を問題文にアレンジしてますよね。だから条文をね、ただ単にね、丸暗記すれば答えが出るもんじゃなくなってます。2013年ですか、そんな難しい、そんな新しくもないよね。だからね、もう2013年というかこのあたりなんですよ。2010年を超えたあたりからね、なんとなくね、出し方も似てきてるんです。出し方もね、だからもうすでにね、管理業務主任者試験は条文に書いてあるものね、一通りちゃんと読んで、で、一通りね、その意味が分かれば答えがね、簡単に出せる次元の時代ではございません。だから聞いてる内容は一緒で、最近はね、聞き方もですね、似てきていますんでね、まあ両方に関していきますと、問題文の問題の難易度にもあまり差はありません、ね、で、さっき冒頭申し上げましたように、マンション開始の方がね、確かに難易度の高い問題出るんですよ。で、難易度の高い問題っていうのは、まあ受験生の5割未満ね、5割を切るような正解率の問題、10人集まって4人しか知りませんって、それはちょっとレアな知識かなと思うんでね、3人2人しか知りませんってね、それ知ってる方がたまたま知ってたんじゃないのっていうぐらいの話でしょ。10人集まって、仲間が10人集まってね、何かを一つの話題が誰かポンと言った時に、あ、俺も知ってるって、2人しかいなかったら他の8人が、そうなのって言うんであるならば、知るべき知識じゃないと思う。だ、そういうの難問って言うんだけどね、
難問の割合もね、マンション管理士多いんですよ。だから全体的な印象としてはね、マンション管理士は難しいって印象があります。なんだけど、受かるためにどこをやらなきゃいけないかっていうのはほとんど一緒なんです。落としてはいけない問題に関する知識ってあまり差異がないんですよ。ただね、やっぱり管理業務主任者の方っていうのは、ね、まず条文をしっかり分かってるかという問題も比較的多い。だマンション会社ね、そこで止まる問題って滅多にありません。条文分かってるますか、ね、いわゆるね、あれもね、規約分かってますかで止まる問題ってあまりないんです。だからとりあえずね、私ね、通していたしましたが、こんなふうにね、インプットの講座では、これ5ページになるけど、条文ローラー講座とかね、あとは区分所有で企業準管理規約徹底比較講座とかね、あたりをね、ご用意してるんです。で、まあ、ここね、まあ、あとアウトプットの方もね、まあ、6ページに書いておきましたが、今回ね、このインプットの方を少しお話をして、終わりにしようと思ってます。要するに、前提となる条文です。ね。だから、前提となるね、まあ、規約ですよ。この2つの講座でね、条文とね、それから規約を見ていこうっていうんだけど。で、条文ローラー講座はね、全6回でしょ。こちら3回だね。だから、まあ、このローラー講座の方は、むしろ中身的にはメリハリあります。まあ、どうでもいい条文はね、これはいいや、見とけばいい程度ですよ、なんてやってますよ。なんだけどね、区分法がどういうような、規制を設けているか。で、この区分法っていうのはね、これはもう日本全国をカバーする法律。それがどういう構造をしているかって6回でお話をしていくんです。で、一応ね、全条文です。全条文を検討します。中身的にメリハリは今言ったようにもちろんありますけどね。ただ全条文を検討する。こっち。徹底比較講座はですね、それを受けまして、規約はどうなっているかの比較なんです。だから区分所有1条か7条2条はね、また詳しく解説なんかしません。区分所有法の知識があったよね。さて、標準管理規約はどのように変えてますかとか、確認してますか、同じですよねとかね、そんなところをねやっていくんです。だこっちはね、比較講座といってもね、同じような割合で解説するんじゃなくて、こっちです。規約ね、こちらです。こちらを中心にお話をしていきます。で、ともにですね、一子一答形式なんですが、ここも載せてるんですよ。で、私はそれをね、念頭に置いてやるんです。どこがどう聞かれるかです。問題はね。だから条文なんかもそうでしょ。ね、例えば、1条1億円丸暗記しました。2条1億円丸暗記しました。でも試験でそこ出ませんとかね。じゃあ意味がないんで。ね、だから、試験にどこが狙われるかとか、どう聞いてくるか。映像を中心にお話をしていきます。だ規約もですね、規約の比較講座ね、規約を中心にお話をしていくんですが、この全部読み上げたりとかしません。読み上げたら読み上げるだけで3回分使っちゃうんじゃない？意味がありませんからね。このように聞かれます。だ過去問題はこういうとこ聞いてきますんで、こういうとこ押さえましょうとかね、やっていくんです。ね、そういうのやっていきますんで、まあ、管理業務主任者試験をね、目指す皆さんも、まずにしっかりとね、条文とか規約のね、どういったルールになっているかを押さえる。で、そこで答えが出る問題もそこそこまだありますね。さっきの問題のように、2017年の問題のようにね。ただ、満館の問題っていうのは、やっぱりもう一歩踏み込んでくるんで、それを前提にして、じゃあ実際どういうところを聞いてくるかってね、それをやっていくのはこの2つ。で、どうだろう、皆さん。条文とか規約とかね、一冊のテキストで、全部書いてあるものってあんまりないでしょ。だからこれね、テキストをね、その2冊ね、その厚くない、そんなに厚くないです。持ってるだけでもね、まあ、条文だけ、それと条文の解説と、あと過去問ね、これ一つにまとまってるテキストなんで、それを使ってやるだけで、区分法と規約はね、もうある程度カバーできます。ほとんどカバーできるんじゃないかな。ということになっていきますんで、この2つをね、ぜひとも、受験をしてね、受講をしてね。でもって、その範囲でほぼできる問題が出るの多いのが管理業務主任者。一歩踏み込みますが、やっぱりどう聞かれるかをね、対応していくんで、実践的な講座となっておりますのでね、ぜひご検討ください。
さあ、ではね、以上をもちまして、本日のガイダンスね、終了とさせていただきます。皆さん、お疲れ様でした。